はい、皆さんこんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうかということですね、皆様の熱い熱いリクエストにお答えして、あの方においでいただきましたということで、今日のゲストはですね、シベリア春尾先生でございます。はい、ということでシベリア先生大人気でございます。そうなんですか。もう大人気でございます。やばいぐらいな人気になっております。それなんでわかるんですか。コメント欄が、はい、シベリア先生が出ると必ず待ってましたから始まりますから。すごいんですね。すごい人気ですね。もう街歩いても声かけられないですか。声かけられないですね。かけられないですか。おかしいですね、はい、それぐらいもう世の中はシベリア先生の大ブームでございまして、はい、まあ、どこに行ったら会えるのか、どこに行ったら話聞けるのかっていう話で持ちきりでございます。だってシベリア春尾って検索すると Google で必ず正体って出てきますから。どういうことですか正体って。いや、シベリア春尾が一体どこの誰なのか分からない。まずそこからどこの誰なのかっていうのが、はい、もう皆さんね、不思議、会いたい。じゃあここの人しか正体知らないってことですね。そうです。あと他には誰も分からないです。シベリア春尾先生が誰なのか知られちゃいけない。へー、ということでね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど今日もですね、はい、先生に珠玉の名言集をですね、ぜひお伺いしたいと思うんですけども、はいはい、年末でございます先生。あっという間に11ヶ月過ぎました。いかがでございましたでしょうか、シベリア先生的に2022年。僕が生まれた中で一番1年早かったように思いますね。年々早くなりますもん ね、 そうですね。年々早くなりますし、1ヶ月単位のスピードが異常なまで早いです。11月も一瞬で駆け抜けていき、12月もっと早いじゃないですか。師走って言いますか。師走、師匠が走ってますからね、うん、だからシベリア先生いつも走ってるんでしょうかね。走ってますかね僕ね。いつも全力疾走してますね。そうですか。見えないぐらいね走ってますけどもね、はい、まあ、先生これからも年末にかけてですね、我々が気をつけることとかありがたいお言葉を頂戴したいんですけれども、12月といえばやることやって終わりましょうっていう、はい、うん、そうですね、はい、それぐらいですね、そんな言葉を期待してるわけじゃないですか、ね、春尾先生にそんな軽い言葉を我々が待ってるんじゃないんです。そうなんですか。ありがたいお話を。12月は何か事件ありますか。12月の8日は、はい、ジョン・レノンが亡くなった日です。これは僕はもう子供の時から、うち兄が10個離れてましてですね、はい、兄がもう本当に小学校の頃からビートルズファンで。小学生からビートルズファン。はい、だからもう僕は生まれた時からもうずっとビートルズが家中流れてるんですよ。だからもうレコードなんかもう相当貴重なレコードがうちいっぱいあったんですけどね。どこ行っちゃったんですか。多分捨てました。多分ね、初版のレコードですよ。ああ、もう今それね、はい、ヤフオクメルカリ行ったらそういうことになりますね。だと思いますけど、それがもう全部あって、僕も子供の頃から聞いてて、マニアですよね。ジョンが死んだというニュースが流れてきて、はいはい、もう衝撃で。先生も好きだったんですか、ビートルズが。もうその時にはもう大好き。大好きで。僕が10歳だったと。4年生だと思いますね、はい、嘘だろうって。だんだんニュースが、この事実が明らかになっていって、暗殺されたと。すごいなっていうね、はい、当時日本で暗殺ってまずないですよね。ないですね。アメリカでは暗殺って当たり前なんだみたいな感じになって、ジョンが暗殺、誰犯人みたいな。チャップマンっていう人なんですけどね、はい、当時ちょっと太ってて、メガネかけて普通の人なんですけども、よくよく調べるとジョン・レノンの初期のファンだったんですよ。初期のファン、うん、なんで初期のファンがそんな反抗。ジョンもチャップマンのことよく知ってて、頻繁に飲み屋とかで会う。顔見知りですか。顔見知りです。お、チャップマンが来てたのかいみたいな。ジョンが来ると思って待ってたのさみたいな、そういう間柄。しかもそのチャップマンに撃たれるその日も実はチャップマンに会ってて、またなみたいな感じで。どういうことですかそれ。だから待ち伏せされてたんですよ。だからもうその日にはチャップマンはもうジョンを撃つって決めていたと。もう銃まで用意しとって、リボルバーで。で、家の前にいたから、ジョンはびっくりして、はい、どうしてお前ここにいるのつって言いますよね、うん。そしたら近づいてきて、俺がジョン・レノンだっつって撃ってるんですよ。俺がジョン・レノンだ。言っちゃってますね。だいぶ言ってます。捕まってすぐ精神鑑定が始まるんですけどもね、はい、普通精神異常ってなると死刑が延期になったりとか無期懲役になったりとかするんだけど、チャップマンの当時の精神状態は至って普通だったらしいんですよ、はい、だからなんでその時だけそんな異常行動に出たのかっていうのは未だに謎なんです。未だに謎なんですか。はい、薬物も検出されなかったし未だに謎なんです。だけど皆さん知ってるかどうか分かるんですけど、チャップマンまだ生きてるんですよ。じゃあケチャップマン何してるんですか今。ケチャップじゃないです。何でしたっけ。チャップマン。あ、チャップマン、はい、それちょっとケアレスミスしたんですけども、はい、まだ刑務所にいます。そうなんですか、はい、まだ生きてるんですか。まだ生きてます。公演情報をお届けするよ。急ですね。急ですよ大王、うん、いろんなとこに行くんですよ僕。日本全国ずつうらうら行きます。11月は富山県石川県、はい、
そして12月になったら、うん、札幌の方に21、22で、はい、札幌 2days 行きますので、はい、北海道の皆様方遊びに来てね。そして12月30日東京にて、うん、最終公演を。そうだね、12月30日は毎年、上の湯島でね、うん、ロケットスタートというね、2023年いかに加速してスピードスタートしていくのかってことをお話しするよ。そして年が明けて1月には沖縄でビジネスブートキャンプです、うん、はい、ビジネスブートキャンプ1月7、8、2023年ビジネスを加速したい方はぜひ遊びに来てください。ぜひ会いに来てください。ありがとう。ありがとうございます。最初死刑で控訴したのかな、でその後無期懲役になったのかな。だから今無期懲役ですよ。だからまだ無所にはいますね。今64歳ぐらい、ジョンと年近かったのでそれぐらいの年齢ですね、はい、でなんか最近手記を書いたらしいんですけど、はい、殺す気満々だったって書いてるんですよ。どういうことですか。だからその意図がわからないですけどもね。だから自分自身があの時なんで俺がジョン・レノンだったって言ったのかはわからないと、はい、だけど殺す気持ちはもう変わってなくあったっていうことを最近の手記で書いているっていうことなんですよ。これ調べると本当に面白いんですけど、一時期アメリカって殺人事件とか暗殺事件とか暗殺未遂事件が立て続けにあってるんですけど、その始まりがケネディ大統領なんですよ。ケネディが暗殺されて、その後マルチン・ルーサー・キング牧師が暗殺されて、でその後ケネディの弟も暗殺されて、立て続けにね、はい、時が経ちますけども、レーガン大統領も暗殺未遂で殺されかけて、でこれ今バーって言っても全然犯人分かってるんだけど、実は犯人に共通項があったんですよ。なんすか。それがみんなカバンの中に同じ本が入っていたんです。どういうことですか先生。同じ本が入っていた、はい、それが、はい、ライ麦畑で捕まえてだったんです。ライ麦畑で捕まえて、これはあの日本語版ある。 ありますあります。っていうか結構有名な本です。これ大体の青春時代に読書感想文選んだりとか、あの本持ってるだけでおしゃれみたいな時代があったんですよ。日本で言ったら60年代ぐらいかな、ヒッピーの人たちとか。だからもうヒッピーの人たちがみんな読む本なんですよ。ってことは先生、その本の中に何かメッセージが隠されてたんですか。ああ、もういきなりゴールまで行こうとしてます今ね。話には筋ってのがあるのに、今全部すっ飛ばして、はい、今もうゴールを今行こうとしてますよね。もう確実にそれ以外ないじゃないですか。サブリミナルが完全にその本の中にありますよ先生。まあそうなんです。作者サリンジャーっていう人なんですけど、この人ね全然売れてないんですよ本。今までの本の文脈書き方作品っていうのは作者の性格出てくるんですよ。もちろん出ますよね、文脈も含めてね、はいはい。まあ、ところがこのライ麦畑だけはサリンジャーの文脈とは全く違うものになっているんですよ。僕もライ麦読みましたけど、はい、もう完全な中二病の小説で非現実的というか、もうこの世界をもう本当にぶっ壊してみたいな、ちょっと尾崎豊入ってるんですよ。おお、うん、なんかぶっ飛びすぎてるっていうか、はい。でもやっぱりそのヒッピーの人たちっていうのは当時そのベトナム戦争激化の中で戦争反対ラブ&ピースって言ってたから、すごいあの小説がまあすごい支持されたわけですよね。ところがいわゆる暗殺事件を起こしてる人たちがみんなあの本を書いてたってことは、戦争反対と言ってる人たちにあの本を読ませていきながら、この世界がバイオレンスに向かうように導くバックに何か存在がいるってことじゃないですか。だからサリンジャーも書かされたとしか思えないと。これ調べていけばわかるんですけど、日本語版は日本語ですけど英文を横読みするじゃないですか、はい、でその横読みするのを縦読みすることができるんだけど、縦読みすると人を殺せとかになるんですよ。ほう、キルヒムキルヒムキルヒムって続くんです。だからそれが原因ではないだろうかっていう説があるよってことなんですね。じゃあ別にそれ日本人が日本語読んだところでそうはならないわけ、ね、ならないですね。でもそんな偶然ないですよね。ないと思います。暗殺者が全てその本がカバンに入っている、うん、そうですね。でその本が日本でも売れたんですか。売れました売れました。でもそれ内容が別に面白くないんですよね。これがもう名作っていう人はいるんです。いるんですよ名作っていう人がいるんですか、うん、これ先生もちろん読みましたよね。読みました。先生的にはどうなんですか。カスですね。全然面白くないんですね。全然面白くないです。でも売れたんですか日本で、うん、面白くないのに売れたんですか。はい、松田聖子いるじゃないですか、はい、このライ麦畑で捕まえてがばっか売れしてる時に、はい、松田聖子はアルバムの中の一曲に、はい、イチゴ畑で捕まえてって歌を作ってます。それは藤井一子に歌ってほしかった。そうですね。でもこのイチゴ畑で捕まえてっていうのをまたライ麦とも絡めてるし、ストロベリーフィールズフォーエバーとも絡めてるんですよ。なんすかその難しい単語並べて先生。ストロベリーフィールズフォーエバーっていうのは、はい、ビートルズの名曲中の名曲なんです。ああ、そこにもかかってくるわけですか。そうです。ってことはそこに何かメッセージが隠されてるんですか。そうなんですよ。
で、このストロベリーフィールズフォーエバーっていう曲が入っているアルバムがあるんですけど、はい、実はビートルズのアルバムの中でこのアルバムが一番売れたんですよ。一番売れたんですけど、はい、一番意味不明なアルバムなんですよ。なんでですか？まだ昔アルバムっていうのはレコーディングで1曲ずつ曲を作って10曲できたからアルバムにしようねっていう感じが当時のアルバムだったんです。そうですよね。 それをビートルズはせっかく10曲を1枚のアルバムに収めるんだったらこれをストーリー化したい、つまり10曲聴くことで一つの物語が終わるように、はい、曲に連動性を持たせていきたいって言ってアルバム自体にストーリーを作っていくっていうコンセプトを入れたんですよ。そんな難しいこと考えたんですか？おそらくそれはビートルズが始まりだろうと音楽評論家が言ってるので、はい、今のミュージシャンの音楽アルバムっていうのはわりかし、うん、そういうふうにコンセプトを持ってアルバムにストーリー性を持たせるっていうふうにやってると思うんですけど、はい、昔は一曲一曲をそれぞれ、まあ、ギターが作るベースが作るって言いながら、うん、10曲集まったからアルバムにしようねっていうのが主流だったと思うんです。でもこのビートルズはそれを全部トータルアルバムって言うんだけど、うん、トータルアルバムにして出そうねって言って出したんです。そのうちの1曲がストロベリーフィールズフォーエバーなんですよ、はい、でもこれも歌詞読むとだいぶイカれてます。当時ベトナム戦争がもう本当にもう終わりを迎えようとしてる頃でもうヒッピーがうわーってアメリカ中に増えていって、はい、もう間違いなくこれはヒッピーアルバムだって言われているぐらい反戦色が強い。ビートルズもすごく傾倒していると同時に当時のアメリカのヒッピーの人たちってみんな大麻吸ってたんですよ。なので当然ビートルズもやってるよね、決めて作ってるよねっていう噂も同時に流れてきて、はい、まあこれ実話なんですけど彼ら本当にラリってたので、そのストロベリーフィールズフォーエバーという名曲、実はもう一回聴いたらもう気持ち悪いし何の曲か分かんないんだけど聴けば聴くほどやばいんですよ。どのように？いやもうあのなんていうのかな、スルメみたいな感じなんです。だいたい日本の歌謡曲ってチューインガムでもう 2,3 回聴いたら味がなくなって聴きたくもなんとも思わなくなるんですよ。ところがビートルズの名曲って呼ばれてるものは最初はこれどこがいいのっていう感じなんだけど10回20回聴いてるともうずっと気づいたらもう口ずさんだりとか鼻歌で歌ってるんですよ。それぐらいドハマりしていくっていう、ストロベリーフィールズフォーエバーってもうまさしくそういう曲なんですよ。先生も好きなんですか？大好きです。大好き。完全に麻薬で作るとこういう悪魔の曲ができる、だんだん人はこの曲にハマっていくんだなっていうのが分かる曲自体が麻薬のような曲なんです。だから麻薬打ちながら作る曲はもう曲が麻薬になっていくってことですよ。すごいですね。でそのもう一曲有名なのがルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズって歌があるんですよ。なんでそんな長い単語頭に入ってるんですか？ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズ、ダイヤモンドを持ったルーシーが空の上、もう意味がわからないんですよ。もうわかんないですね、はい、それをひたすらリピートして Lucy in the Sky with Diamonds って歌ってるんですよ。でこれも歌詞がもうぶっ飛んでるし意味がわからないし最初は何って思うんだけどこれがドハマりするとずっと頭から離れるんですよ。必ずさっき言ったようにライ麦畑もそうなんだけど犯人とか悪いことする人って俺たちは意図的にやってんだよねって言ってメッセージを必ず残すんです。この残すものがサブリミナルなんですよ。自分たちは絶対に無実を言わないの。気づく人は気づいていいんだよ、世の中は裏と表があるからって言ってるんですよ。ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズ、頭文字を取って LSD。 本当ですか先生？すごいですね。ということで先生今日も一瞬で終わってきましたけども、すごい話ですね先生。でも今、はい、先生にね教えてもらったことを、うん、実際に今聞いたらドハマりする可能性もある。ありますね。ドハマりしてそっちの道にずれてしまうことないですか？だからやっぱりそういう風に弱い人はねなんか気持ちの切り替えできない人だから、はい、あんまりそういうところに近づかない方がいいですね。近づかない方がいい、うん、ではもう見てる方はぜひ聞かないでくれと。聞いてほしい気持ちと裏腹ですね。ということでね、気持ち裏腹ということでね、この辺でお別れしたいと思います。またシベリア先生にね、ご登場願いたいと思います。ということでシベリア先生今日はどうもありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、ね、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。